時刻は24時を回りました。こんばんは。毎週木曜てっぺん回った頃にミッドナイトダブのお時間です。お相手は鳥羽9ヶ月勤めさせていただきます。ミッドナイトダブではなんか寝る前に30分ぐらいだらだらと聞ける話があればいいのにな。あの需要にお答えしていくみたいな感じのそれです。はい、まあ特にとりとめもない話をやりますので、はい、全部聞かなかったことにしてください。 そうすると多分再生数がね23増えると思うのでよろしくお願いいたします一体何を言っているのやって感じなんですけれどもはいまあなんだろうなちょいちょいその話題に挙げていたような気がするんですけれどもまあこいつ思いのほかゲームやってねえなと意外とゲーム好きでも何でもないんじゃないかっていうねあの根も葉もない噂があるんですけれども根も葉もありません、はい、まあそれはともかくとしましてまあ言うてもねあの こうして配信でゲームなんかをねやるようになってからまあこれまでよりもねゲームをやっている時間っていうのはまあ言うてもなんだかんだ増えてはいるんですよ。でそれが増えるとどうなるかってまあ今までねこういうゲームが好きかもなと思っていたそれなんかもね、えー、新たにこういうゲームがあるんだと知っていくことによってあこっちの方が僕の好みに合っているななんていうふうになってくるわけですね。で確か初めのうちはねあのー ななんてて言ってたかなパズルゲームとかカードゲームとかかななんかそのあたりが好きかなみたいな感じでね、言っていたような気がするんですけれども、最近ね、あの僕、気がつきました。えー、っと僕の一番好みのゲームの類ですね。まあ、当然ね、パズルゲームやらカードゲームやらも好きです。ある程度。ある程度好きです。いや、まあ、どちらかといえば、まあ、好きって僕が言うことはあんまりないので、えー、それはまあ、ある程度察していただければと思います。だいぶ好きです。 ただそれを抑えてなお好きだったっていうものがまあつい最近見つかってしまいましてそれっていうのがあの本当に何にもしないでただただ数字が増えていくっていう類のゲームですね <laughs> あのまあ人によってはねそれは本当にゲームなのかいと言ってくるとは思いますはい僕もそう思いますでもまあアクションゲームが苦手だとかシューティングゲームが苦手だとかねあのそれらを ななんだろうな集めていって、えー、最終的にね残るものが何かっていうと、まあ、最初に言っていたねカードゲームやらパズルゲームやらもそうなんですけれども最終的に順に <laughs> 残っていくのがただただ何にもしていないのに目の前で数字だけがこうボーっと特にねあのそんなスピード感とかもないですしいて言うならねあのストップウォッチみたいな、ね、ゲームだなと思,う思ったかもしれません皆様ねストップウォッチはゲームじゃないです。 実はでもっとねあのそうだな5分に1回ぐらいですよね数字が増えるこれです <laughs> 僕の好きなゲームおそらくこれです現に今も3つぐらい同時に僕のデスクトップにそういう類のゲームが映し出されています好きです <laughs> まあどうなんでしょうねまあ,まあ、まあ、ゲームとして楽しんでいるかって聞かれるとそれはまた別の話なのかもしれないんですけれどもまあ でもまあね、それなりにあのゲームとしてねあの数字が増えていってスコアが溜まっていってみたいな <laughs> まあねこれでねかけた時間を競い合ってみたいなのはね本当にしょうもない話だなっていう感じはするのでそういうことをやるつもりはまああんまりないというかそもそも人と競い合うみたいなのがねあんまり得意ではないというか嫌いよりだわけでまあ本当にね一人でただただ増えていく数字を眺めてこうしてえ全く意味のないことを言い続けるみたいなね そういったところがああ、僕の好みだったんだなっていうはい <laughs>、うん。なんか結構ね。身も蓋もないというかえー、救いのない結論に至ってしまったなっていう感じなんですけれども。特にどうでしょうね。コラボとかもなかなか絶望的な状況に陥っていないかとね。どうでしょうね。声かけたら来る人いるんですかね。どう？今度週末僕と一緒に2時間ぐらい岩を眺め。ない ロックシュミュレータータの話なんですけども、ね、あれとかはね割と、あのー、そういう虚無のゲームであってもまあなんだろうなマルチみたいなね概念が実装されていて一体誰がそんなことをやるんだと思っていたんですけれどもあのー、まさしく僕でした。<laughs> ねはいまあどうだい今度僕と木を一緒に眺めないかいと。 言われてねあの来る人がいるんならば、まあ、それはそれで救いがあってよかったねっていう話ですし、まあ、誰も来ないのであればこれからもね一人であの岩やら木やらあるいは何でしょうねクッキーやらバンパイアやら眺めているのかなという印象なんですけれども <laughs> まあね特に、まあ、誰もいなくたって、まあ、僕は僕で楽しくやっているので、はい、それはそれで構わないんですけどねまあ逆にねあのー ななんだろうなある程度苦手なゲームでもこうしてねある程度ゲームの経験が増えてきたことによってまあなんだろうななんとなーくああこういう内容でこういう操作感でこれぐらいのプレイ時間で終わるものかなっていうねあのー、当たりをなんとなくつけるみたいなねそういった謎の能力なんかも身についてきましてはいまあそれでもねあのー、どうしてもね経験としては多くはないので。 結構読みを間違えたりしてねあの耐久配信じみた配信をちょいちょいやっていたりとかするんですけれども <laughs>、ね、これぐらいならまあ1時間から1時間半ぐらいでクリアできるだろうとね始めてみたらがっつり4時間半とかね、はい、結構苦しいのであんまりそういうことはね起きないにほしいというか全然ね1時間半で終わるつもりだったら1時間半で終わればいいじゃないかと長くたって全然2時間半ぐらいで終わったって誰も文句はいいやしないぞとそういうふうに思,思いはするんですけどもねはい。 ね、途中でやめるともう二度とやらないぞっていうねなんとなくのね確信みたいなものがあるのでそれはやりきらねばもったいないだろうと一応お金を払って変わってきているゲームだったりするわけですよと、ね、そんな感じになってくるんですね。でまあこうしてね結構一人で、えー、まあ、それこそゲームをやっている時でさえもねあの一人で誰だと取り留めもないことを話していたりするわけなんですけれどもまあ別にねあのー こうしててだだらだら喋っているのが得意かかと聞かれればまあそうですね一人でしゃべるってどうやらあの世の中できない人の方が多いらしいので、まあ、そういう意味では得意ではあるんですけれども逆にねこうしてなんだろうなそれ特にあのゲーム中なんかはですよ BGM とかがね大体爆音で鳴っていたりとかしてでそれって何が起きるかっていうとあのどうだろうななんかイベント会場とかに えー、言ったことがある人だと分かりやすいと思うんですけれども、ね、あの特にあの話し相手が遠くにいなくてもあの耳から入ってくる音が大きいと自然と喉から出る音も大きくなるんですよなぜかよく分からないんですけれども、まあ、これねあの人によって全然感覚が違うところだとは思いますので、まあ、全然共感できないぞ殺すぞって思ってる方もいるとは思うんですけど僕そうなんですね。<laughs> <laughs> でそのゲーム中に爆音で BGM があの耳から流れ込んでくるとどうなるかっていうと普段よりもだいぶ声を張っている状態になってあの爆速でで喉が枯れるんですねだいたい1時間半からまあ長くても3時間ですか3時間もやってたらですねあの喉はカスカスです。<laughs> ひどい時は30分でカスカススになってますまあそういう時はねあの部屋の除湿とかがだいぶ足りてない状態除湿じゃないね過湿だねうんまあなんかその辺りがねだいぶ足りていなかったりとかするのでまあその辺りの対策なんかの、えー、時間も込みでねあの休憩時間なんかを取っていたりするわけなんですけれども、ね、で大体ねあの休憩から戻ってくると僕は喉飴をくわえているわけなんですねガチャ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 と口の中で言わせながら結構だらだらと何だろうねまあいいやまあ話しているんですねで 喉、まあ、ど飴ね、もともと別にそんなに喉が強いつもりもなかった上に、えー、なんとなくね、あの龍角散の飴ですか、喉すっきり飴だったかな、なんかあれの味が気に入っていて、まあ、なんだろうな、喉に何かしら違和感がない時でも結構舐めていたりとかしたんですけれども、まあ出かけるたびにねあの、ポケットとかカバンの中とかに入っているわけではないんですよ。で、大体どこのコンビニ行っても売っているので買ってくるんですよ。で、それ買って、 飴玉を転がしながらニヤニヤして帰ってくるとあのまだなんだろうな食べきっていない風の空いた龍角さんのア飴が置いてあって絶望するんですねでそういった暮らしをねあの彼これ何年とかっていうレベルで続けているので、えー、なんかびっくりするほど大量ののど飴が家に溜まり たまりりにままっておりましておし、まあそれの処理っていう意味も込めてねあの少し長めの配信をね増やしたりもいいのかなっていう感じもするんですけどまあね逆にそれを続けることによってねあのなんだろうな楽な話し方だとかねあの長時間喋っていてもまあなんだろうな超再生みたいなやつでねはいまあ、だんだん強くなっていくみたいなこともあるかもしれないですからね。 まあ逆にそれをやられてしまうと、喉のの飴を消費するすべがいよいよなくなってくるというか、まあまあまあちょいちょい舐めているんだからそれでいいじゃないかと思うかもしれないんですけども、まあ、そんなレベルじゃない勢いで喉飴が増え続けている。バイバインでもかけたんかというぐらいにね、の家の至るところからまた出てくるんですよね。あの、クローゼットの中に入っているような上着とかからね、結構しれっと出てきて、こいつは本当に食べても大丈夫なものなのかいと。ね ななんだろうな毒物でも,もく持つような感じでね結構つまんで引っ張り出してこれは本当に大丈夫かいと、ね、一応賞味期限を見て賞味期限は大丈夫だけれどもクローゼットの中にいつからあったんだ君はとね結構不安になったりとかするんですけどもね。 逆にね、あの、手元に、一番ね、あの、手元に置いていた喉飴がなくなったりすると、カバンの中をごそごそやって、ああ、あったあったと。<laughs> 大体出てくるんですね、目当てのものが。びっくりしてしまうんですが、ある意味びっくりしないことの方がおかしなことなので、そこでびっくりできるっていうのはね、ある意味た、何というかね、正しい反応ではあるんですけども、まあ、びっくりはするんですよ。<laughs> まあ、なんだろうね。まあ、それこそね、以前、なんだろう。 まあ何かが足りないだけでちゃんと健常者ですとあのお墨付きをもらってしまったのでそういう意味ではまあ困ったなあっていう感じではあるんですけどもまあ出かけるたびにねあの買ってしまうものなんていうのはまあいくつか思い当たる節があるんじゃないですか皆様におかれましても <laughs> どうですね龍角散のだめぐらいであればねまあ高くても300円とかいうそれぐらいなのでねまああんまり気にはならないんですけどもまあスマートフォンのね バッテリーですよね <laughs>。家でね。あのスマートフォンをいじる。まあなんと習慣がない。 っていうのもありたい、まあ、ねあの家にいるときはパソコンですべてのことが事足りると思い込んでいて、はい、LINE の確認とかを怠って怒られたりはしているんですけれどもまあそれがねあの外に出てごらんなさいと家でなんだろうな滋賀にもかけていなかったスマートフォンに頼りきる生活が始まるわけで,でやっぱり家で全く気にしていないということはねあの充電の状況なんかも結構悪かったりしてですね <laughs> そうなるとねあのとはいえ、まあ、外では使わざるを得ないみたいなタイミングが結構あるわけで、ね、コンビニに駆け込んで龍角散のドアメと共に買うのは何かと聞かれれば、ま、ずそれは当然モバイルバッテリーになってきてしまうんですね。 でやっぱりモバイルバッテリーってなってくるとねだいたい龍角散のための10倍ぐらいの値段が相場になってくるんですね3000円ぐらいですか <laughs> 3000円しないぐらいだとは思うんですけどもまあねそうこれだけね買う機会が多いしかも必要に駆られて買うってなると値段なんてもう見ちゃいないですからねいくらになるんだろうなぁと思いながらもうね大でまた帰ってきてね大量のモバイルバッテリーに絶望するんですけれども外においてはね、はあ ここのモバイルバッテリーは充電が早いなだとかここのモバイルバッテリーはボタンを押さないと充電を始めてくれないのかだとかね結構ねいろいろなんかイラン知識とそして大量の、えー、マイクロ USBUSB タイプ C を抱えてふーんこの大量の線は一体どうするつもりなんないとね結んでドアの前にでもかけとかかいとねやっぱり結界ですよね <laughs> こうして、えー、締め縄的な意味合いになってくると思うんですけどもひ、まあ、紐をねこよって貼っておくことによってやっぱり外界との関わりを立っている、まあ、電気的な意味でも立てるかもしれないもしかしたらなんか磁場とか電波とかから守ってくれるかもしれない、ねはい、頭にアルミホイルを巻いている皆様に朗報です結界を貼りましょう <laughs> ね今日はもういつにも増して何言ってるかさっぱり分からないのでどういう方向に話が転んでいくのかなと思っているんですけれどもまあ多分コンビニとかで買いがちなものかなそういう感じの話になっていくんだと思いますあとはそうですねインスタントコーヒーとかちょいちょい買うんですよねまあなんか不意にコーヒー飲みたいなってなった時にその逐一缶コーヒーみたいなのを買ってもまあ別に高い買い物じゃないんで言っちゃいいんですけど、まあインスタントコーヒーみたいなのがあると。 まあお湯だけね沸かす機会があればまあいつでもそれなりに安くコーヒーが飲めるぞっていうことでねちょいちょい買ってくるんですけれどもインスタントコーヒーっていうのはあれ何だろうなスティックにその1杯分がちゃんと入ってますよなら別にいいんですよでこれから言うことを踏まえるとお前はそっちを買った方がいいんじゃないかとお思,思いになるかと思うんですけどまあ高いんですよねそのスティックタイプみたいなやつはでやっぱりあれじゃないですかインスタントコーヒーってまあ 小さじ1杯2杯だとか、えー、3g だとか 5g だとかまあなんかコップのサイズとかにもよるとは思うんですけれどもねはいなんかちょうどいい量を入れてまあ、お好みのね濃度でお試しくださいとそんな感じだとは思うんですね一向にちょうどいい量がわからないんですねでまあ多分ねこれは僕がね横着してさじみたいなやつをね使わないっていうのがね最も悪い部分なのかなと思うんですけれどもね インスタントコーヒーのまあだいたい瓶ですよ。蓋をパッと開けてコップに傾けてサラサラサラこんなもんかなこんなもんでいいかなすっいたい濃いかだいたい薄いかまあちょうどいいっていうことはまずないんですね。なんかその風味がついただけのお湯だなっていう時と苦いどころかもうなんか若干とろみがついているぞとかね。はい とろみがついてるときはもう頭がクラクラしちゃうんでもう体に悪いぞーって思いながらねニヤニヤして飲んでいるんですけれどもまあそれだけ楽しそうにね濃いコーヒーを飲めるのであればもう濃いに作っておくのが無難なんじゃないのかいとまあ薄いコーヒーって本当に美味しくないですからねびっくりしちゃいますよね風味がついたお湯っていうのはねなんであんなに美味しくないのかなと不安になってくるんですけど 逆にお茶とかでいうとねあの多少薄くてもね気にならないというかまあ風味のついたお湯だなっていう感じになるんですねコーヒーの風味がついたお湯はあんまり美味しくないんですよね何が良くないんだろうお茶に関してはもうだってなんだろう吸盤茶とかがやっぱりあのなんだろうな位の高い人に出すにはちょうどいいやつですよみたいなねあ,あれはなんかこう毒とかが出ないように気を使った結果としてみたいな話があるのであんまり気にしてもしょうがないのかなっていう感じはするんですけどまあ そのほとんどお湯みたいなものを飲んでね、あの貴族の皆さんは喜んでいたってなるとコスパのいい話でね、ねなんだっけ、おじゃる丸に出てくるティーパック干してる人みたいな感じになってくるんじゃないでしょうか。ね貴族の遊びですね、あれがね。<laughs> まあ大変ですよ。貴族の屋敷なんていうのは、ね、だいたいその華微な装飾があるわけじゃないですか。あれのね、まあ葉っぱっぽい模様だとかね、あのパターンをね、ちらっと、よくよく見てごらんなさいとティーパックです。茶葉です。 何度でも使いますね、まあ、何度でもってことはないですけどもね何、まあ、な,なら9番茶以降は飲まないような気もしますしね貴族といえどどうなんだろうだ8番茶までがどこに行くのか多分捨ててるわけで <laughs> <laughs> その考えるとねやっぱり貴族の遊びなんですねでまあ僕としてはね別に薄いコーヒーを作ってしまっても捨てるわけにもいかずまあインスタントならーす 混ぜてもバレななななないいかかみたいな感じでねあの後からなんだろうな粉というかなんか顆粒というかあれを足してみて「混ざってくれお願い頼むー」って言ってまあぐるぐるっと <laughs> あのコップを揺らしてぐっ薄いままだ一切風味が変わらないなんでだと <laughs> 不思議でならないんですけど一切変わらないんですよねあれがね。 まままあまあ、まあ寝る前にねコーヒーの話とかしてもねあの眠れなくなる人とかがね出てくるだけな気もしますけれどもいまだにねその、まあ、カフェイン自体はねあのそういう効果がある物質として知られていますし僕としてもまあある程度そうなんだろうなとは思ってるんですけれども一向にそのなんだろうな効果みたいなのを実感できたことがないんでなんかなんだろうな。 コーヒーヒ飲むとと眠れなくなくっちゃうだとかあのエナジードリンクなんて飲んだらもう翌朝まで元気で眠れないよみたいな人たちを見るとねあ殴り倒してやりてえなとは思いながら見ているんですけれどもね実際のところどうなんですかね意外と僕が自覚していないだけであのお前はいつもより元気になっているぞとそういうふうに思われているんですかね <laughs> あんまりねやっぱり信用できてないんですよねまあ確かにねカフェインはそういうものですよそういうものだとしてもよそのねコップ1杯のコーヒーに含まれる量でまあ君の体積がねあのどれぐらいあるものか僕は知らないよ45から 80kg ぐらいの間だとは思うのよそのたかだか 9mg ぐらいのさカフェインで何かがどうこうなるのかい君の体はと。 実際になっているのでまあなんかあんまりねあの強く否定することもできないんですけど僕はならないっていうのはこれはあれですかね新人が足りないんですかねやっぱプラセボ効果みたいなやつもね合わさった結果としてもう全然眠れないと目かっぴらいてチばシっちまってもう困ったもんだとそういうふうになっているのかなっていう感じではあるんですけれども。<laughs> <laughs> そこまでのことになってる人はあんま見ないですけど、ね、なんだかんだ12時間ぐらいしたらな,なんか眠くなってきたわって言ってぶっ倒折れるイメージなんですけども <laughs> まあまあまあそれこそねあの冒頭で話していたのダーめなんていうのもねなんかそんなに効果があるかと聞かれれば別にないんじゃないんじゃないかなとねそれこそ龍角さんのダーめなんかに関しましてはねあの袋を開けた途端に関してはねあの結構袋の中粉々していて。 あーもしかしたらこれは効くかもしれないなーみたいなねそんな感じもい抱きはするんですけれども開けまあチャック付きとはいえあのしばらく置いとくとあの,あの粉はどっか行くんですよなんかよくわかんないんですけど <laughs> 一体どういう理屈でどっか行くのかわかんないですよあの湿気とかに溶け出しているのかもしれないですしその袋の開閉の時のねあの風圧とかでねどっかに飛んでるのかもしれませんとにかくあの粉はどっなんかしょっ 1> 1週間もするると亡くなるんですよであの子なんか亡くなった後の龍角散のどすっきり飴っていうのはもはやただのハッカー飴以外の何物でもないんですね。でそれにねあのそんな喉がすっきりだとかーなんだろう炎症を抑えるだとかそんな効果があるかと聞かれればないんじゃないのかいと。 まあそういう効果がもし欲しいのであればまあそれこそ龍角散の,の缶に入ったねあの粉をちゃんと買ってきたらどうだいと君は多分そのそういう効果を求めるのであればまあそっちを買ってきた方が無難なんじゃないのかいとね飲みやすいみたいなのはあるかもしれないんですけどもねそれにしたって龍角散ダイレクトとかねあのそちらの方でね対応しているので <laughs> ね、なんねか結構めちゃくちゃ言ってるんですけどまあとはいえねあのそれこそどうだろうな まあそれでも口の中の水分量だとかねそういった部分でまあ多少の効果があるということでまあ飴なら何でもいいんでしょうけどまあどうなんでしょうね口の中の水分全部持ってくヒレや飴みたいなのがねあるのであるのだとしたらねあのまあこの手のねある,ある意味この喉をすっきりさせましょうという風に銘打ってしまってる以上ある程度その辺り気を使っているっていうことはまあなんだろうなある程度保証されているのでまあそういう意味ではまあ そんなに大きく外しはしないからまあ無難な選択肢ではあるんじゃないみたいな感じですよね。戦うマヌカハニーとかも多分そうなんですけど。<laughs> マヌカハニーもねなんか一時期流行りましたよね。なんかなんだっけテレビかなんかですよね。でなんか最強ののど飴みたいな「戦うマヌカハニー」なんか可愛いねみたいなノリでね流行ったような気がするんですけれども。マヌカハニーの方ですよね。あれはなんだろうな物質というかまあは蜂蜜なのか。 蜂の巣なのなかまあどっから取れるのかいまいちちゃんと知らないんですけどまあ蜂蜜系の蜂が作ってる系のやつですよねローヤルゼリーとかの仲間だと思うんですけれども <laughs> 分類としてはねでまあそもそもなんだろうな別にねそこが商標で取られているわけでもないのであれの後ですよねあのマヌカハニーとあの付くのど飴がねあの大量に流通いたしまして本物の戦うマヌカハニーは一体どこに行ったら見てるんだいとだ結構ねあのスーパーとか行くとあるんですけど。<laughs> ね、まあそんな感じでまあでもねおそらくなんですけれどもパチモンのマヌカハニーまあ別にパチモンってほどパチモンでもないと思うんですよ言うてもマヌカハニーは入っているんでしょうしまあ何だろうなマヌカハニー自体にそういうなんだろうある程度の抗菌作用みたいなそれもなくはないと思いますしまあある程度ねハニーなので <laughs> まあ喉のコーティングとかもできるんでしょうそうなってくるとね まあ別にパチモンでも困ることはないというかねまあどうなんでしょうねやっぱ戦うマヌカハニーがどこまでちゃんと戦う気力があるのかっていうのはね僕の方ではあのちょっといまいち把握できていないんですけどまあうん一回買ってみたんですけどねあの多分のど飴め何舐めても大して変わんないなっていうキシリクリスタルとかでもねあのだいぶ満足できると思います <laughs> どうだろうな泡玉とかになってくるとなんかちょっと違うなっていう口のかベタベタするなっていう感じになると思うんですけどもねどうなんだろう そこのところもね何かのタイミングで試してみてもいいかなとは思うんですけどもねあのどうだろうなまあでも泡玉とかねあとは何だろうあの大きいやつあるじゃないですか飴玉みたいなあれとかになってくるのね配信中とかに舐めてるといよいよあのガチャガチャガチャうるさいと思うのでとかとるね もうあらゆる場所で歯とかと当たり散らしてガチャ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 ねうるさいと思いますのでね今までね逆にの喉飴をなめながら話していてうるさくなかったっていうのがちょっとした奇跡みたいなものですからね滑舌なんかもだいぶ甘くなります当然それは当たり前でしょう口の中にね異物が混じっているわけですよそうなった時に滑舌ってなまあどういうことだと考えてみてください「生きるした」と書いて「生きる生きるなのかそこの読みは生きるでいいのかまあいいでしょう。 ね、舌が動き回った結果として、えー、滑舌の良いハキハキとした喋り方みたいなのができているわけでまあその舌のね動線の中に飴、えー、玉なんかがあってご覧なさいと当然音は不明瞭になりますと、ね、そんな感じで、えー、よしよしあると思うんです何な,なら舐め切ってから戻ってきなさいと口の中に物がある状態で喋ってはいけないと。 ねあのどうでしょうね幼稚園だとか保育園だとかあとは幼少期の親からの教育だとかねそういったところで学んできてはいないのかいと育ちの悪さが表に出てしまったなぁとねはいとんでもない煽りが出てくるんですけれども <laughs> ね治安が悪い感じになってくるのでねやめておいた方がいいんですよっていうまあ誰から誰どの口で言うとんねんっていう感じにはなってくるんですけどまあねそんな感じではい今日は一体何の話でしたか結局ね。 毎度毎度何の話だったのかなっていうのをね見失っていますし後から見返してもね何の話をしてるのか全然明瞭ではないのでねまあ以前何かねあのどこでやだか覚えていないんですけれどもラジオの方ですよねあの話題だとか、まあ、ちょっとしたタイトルだとかつけてみてはどうだいとね言われては見たんですけど言われたことがあるんですけれどもええー、ねそれを聞いてですよねそれを踏まえた上で、えー、ラジオの方を見返して 何の話してたかなと、まあ、初回に関してはまあ何かこういうラジオを始めます「ラジオ始めます」でいいと思うんですよタイトルなんてね。2回目以降ですよね本当に何の話をしてるのかさっぱりわからない回いっていうのがねまあままあるぐらいであればまあまあまだタイトルは適当なところから拾ってねあのたまに当たっていることがあるぐらいなんですけれども毎回マジで何言ってるかさっぱりわからないんですよね。自分のの口から出ていいるものとは思えないです到底 僕だってもう怖い。あとから聞いていて。なんだこいつはと。なんか行かれちまってんなと思っています。当然。ね。皆様だけだと思ったでしょう。こいつは、えー、自らの異常性など一切感じていないと思っていたでしょう。僕だって怖い。なんだこれは。何言ってんだこいつは。ね。まあなんかそんな感じの鳥羽休暇でございますけれども。まあこれからもね、おそらくこんな感じで。えー おまあ改めることはないでしょうね。どうでしょうね。改める機会があればまあそれは改めることもあるかもしれないですけどまあね自発的に改めていく行動を改めようみたいなねそういうつもりは一切ございませんのではいこれからも安心して。ああ こんな感じねと聞いていただければいいと思いますしなんならねあの僕は最初にいつも言っています寝ろだいたいねあの0時に更新されて30分ぐらい話しているわけなんですけれども寝てください0時を回ったらねまあね成長ホルモンの分泌量とかのね話を聞き考えるとねどうやら10時ぐらいには寝ておいた方がいいんじゃないですかとね もうこれ以上成長してどないすんねんという方々であってもねあの結構肌が荒れたりとかしづらくなると思うので、はい、寝ておく方が無難ですよっていうことはね一応言っておこうとは思うんですけれどもまあ僕がそれをやっているかと聞かれるとそれも怪しいラインではあるんですけどねまあ一応ね夜中に夜は寝ろというだけのねボットを用意したので僕は寝ているとそういう設定になっていますよろしくお願いいたします そんな感じで、えー、今回はここまでになるかと思います。えー、っと、ミッドナイトラブでは現在皆様からのお便りを募集する予定はありませんが、コメント欄やツイッターで気になる話題があるばそれについて話すのはやぶさかではないので何かしら残していただければ幸いです。これもう音声用意した方が良くないかね。まあいいや、お湯。